本日はですね、MacBook Pro M1 Max 到着しましたので、今日はですね、僕が今まで使っていた27インチの iMac と動画編集どちらが快適にこうサクサクできるかっていう比較をちょっとやっていこうかなと思います。で、僕がね、今使ってる iMac ですね、2年ちょっとぐらい前に購入したんですけれども、ちょっとね、軽くスペックをお話ししていきますと、iMac Retina 5K 27インチ2019年モデルで、プロセッサーが8コアインテルコア i9 ですね。メモリが 32GB で、ストレージが 1TB のものを使ってました。で、新しく買ったこの MacBook の方はですね、14インチのスペースグレーのものを購入したんですけれども、10コア CPU、32コア GPU、16コアニューラルエンジン搭載 Apple M1 Max で、64GB ユニファイドメモリーと、2TB の SSD ストレージにしております。で、今までですね、この iMac を購入した当初は、10ビットの映像素材とかを編集することがなくてですね、当時僕が持ってたカメラって α7-3 だけだったので、8ビットの 4K30 フレームとか、8ビットのフル HD120 フレームみたいな素材を編集することは、結構多かったんですけれども、最近ね、もう α7-3 が発売になって、4K の120フレームの10ビットとか、4K の60フレームの10ビットとかですね、結構その重たい素材を編集するようになってきたんですね。で、そうなってくると、この iMac がですね、プレミアプロでも、ダヴィンチリゾルブでも結構重たくてカクカクしちゃって、特にね、4K の120フレーム10ビットのものとかはもうね、もう全くスムーズに編集できないぐらいのこうカクカクイライラ具合だったんですよね。それの救世主となってほしい思いを込めて購入しました。で、金額がね47万円ぐらいだったと思うんですけれども、まあ、この金額に見合った快適さを出していただければ、もう金額はねあれなんで、こうもうとりあえずもう早速ですね、iMac とこの MacBook で比較していこうかなと思います。で、今回ね、使う素材はですね、先日 28-75mm ですね、タムロンのズームレンズのレビュー動画を撮影した時に、撮影した素材5つですね、 4K の120フレームの素材1つと、10ビットですね、 4K の、60フレームの10ビットのもの5つをこうつなげてみて、どれぐらいタイムラインが快適に動くかで、書き出しの速度がどれぐらいかっていうのをチェックしていこうかなと思います。編集ソフトはプレミアプロとダヴィンチリゾルブ使ってやっていこうかなと思います。それじゃあ早速やってみましょう。それではまずはプレミアプロの立ち上げの速度見てみましょう。左が iMac、 右が MacBook Pro です。プレミアは結構ね、立ち上がるの時間かかるんですよね。ちょっと早送りしていきましょうか。はい、この画面に来るのにだいたい18秒ぐらいでしたね。で、ここから保存先のフォルダを選びまして OK 押して、さあどれぐらいですかね。あ、ここはすぐ立ち上がりましたね。30秒ぐらいでいけました。一方 iMac の方は全くこう立ち上がる素振りがないという感じですね。で、今回は α7-3 で撮影した 4K の120フレーム10ビットと 4K の60フレーム10ビットの素材を編集していきます。シーケンス設定は2対1にしております。さあ、やっと iMac の方はここまで来ましたが、もう1分経ったんで次行きましょう。次は編集時の格付き見てみましょう。再生時の解像度はどちらも2分の1にしてあります。やっぱり iMac の方はちょっとカクついてる感じしますね。で、 MacBook の方の画面のこのザラザラってなってるのはクイックタイムプレイヤーのバグだと思うんですけれども、実際にはね、こんなザラザラになってません。滑らかに再生されてますね。120フレームの10ビットも全然問題なしですね。 MacBook の方やっぱりすごいですね。次は MacBook の方をフル画質にして、iMac の方8分の1の画質にしてみてます。8分の1にしても iMac の方やっぱりカク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 してますね。これだと編集厳しいんですよね。どこでねカットしていいか分かんなくなっちゃったりするんで結構厳しいですね。で、 MacBook の方ちょっとスローモーションやってみてるんですけど、スローモーションも難なくきっちり再生できてますね。
次は書き出しの速度を見てみましょう。先ほどの5つの素材をタイムラインに並べてそのまま書き出ししています。長さは1分46秒ぐらいの素材になってます。さあどれぐらいで書き出しできますでしょうか。あ、 MacBook の方は30秒ぐらいですね。 iMac の方は1分20秒ぐらいですかね。次はダビンチリゾルブの立ち上げ見てみましょう。ちょっと MacBook の方フライング気味に押しちゃったんですが、まあめちゃめちゃ早い、5、6秒ぐらいで立ち上がりましたね。新規プロジェクト作って、はい。じゃあちょっとね、タイムラインの設定していきましょう。今回タイムラインは 4K の、タイムラインで設定してます。はい。じゃあ編集のスムーズさ見ていきましょう。iMacの方 4K の60フレーム10ビットだとまあそこそこ滑らかにちゃんと、ダヴィンチでは再生されてますね。これだったら編集やりやすいですね。もちろん MacBook の方も問題ない感じです。120フレームになるとちょっとカクつきが結構あるかな。これだとちょっと編集厳しいかなって感じがしますね。試しに MacBook Pro の方にラットとあとエフェクトですね、いくつかちょっとかけてみます。カラーの反転ともう一つがビネットかな、ビネットかけていきましょう。画面のバグがひどいんですけれども、実際にはちゃんときちんと見えているのでクイックタイムプレイヤーのバグだと思います。さあ再生できるかどうでしょう。難なく再生できてますね。問題ないと思います。それでは次はダヴィンチリゾルブの書き出し速度のテストです。左が iMac、 右が MacBook Pro です。さあどうでしょう。ちょっと早回ししていきましょう。 MacBook の方はそろそろ終わりそうです。はい、終わりました。34秒ぐらいでしたね。一方、iMac の方はもうちょっとかかりそうですね。早送りしていきましょう。そろそろ終わりそうですね。はい、終わりかな。だいたい1分ぐらいでしたね。いかがでしたでしょうか。正直こんなに差が出ると思ってなかったですね。iMac の方も結構スペック上げてたので、こっちで言ってもね、ノートパソコンなんでそんなに差出ないだろうと思ってたら、もう編集はサクサクだし書き出しは早いしということで、めちゃめちゃびっくりしました。で特にね、プレミアプロ使ってた時の、タイムラインの滑らかさですよね。 iMac の方はやっぱりカクカクしちゃってたんですけれども、 MacBook にしてからそのカクカク感が全然なくなってスムーズにね再生できたりして、いやすごいなと思いました。で結構ねここから色作ったり、あとエフェクトをちょっとかけたりすると、もしかしたらもうちょっと重たくなるかなと思ったんですけれども、その編集時のサクサク具合で言うと、ダヴィンチリゾルブ使った時もですね、120フレームの10ビットで、ラットとエフェクト2つ当てたノード、全部でノード3つ使ってもですね、編集全然こう滑らかにいったので、やっぱりすごいパワフルなパソコンなんだなという感じがしました。で一番すごいなと思ったのが書き出しですよね。プレミア使ってた時が、MacBook で30秒で iMac で1分20秒でしたねぐらいでしたね。で今回ね、ワンパスで書き出ししたんですけれども、普段僕はですね2パスで書き出ししてるんですね。ちょっとか画質上げたくて2パスにしてるんですけれども、2パスにすると書き出しの時間ちょっと長く、まあ倍ぐらいになるので、実際は60秒と2分40秒かということは、もっとそのね、時間の差がこう広がるので、書き出しの速度がこう速くなるっていうのはめちゃめちゃ嬉しいです。で今まで、あ、そう、もう一個ね検証したことがあって、めっちゃ興奮した感じで言っちゃってるんですけど、今まで、iMac で書き出し中、その動画の書き出し中は他の作業するのめちゃくちゃしんどかったんですね。カク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 しちゃって、Lightroom も Photoshop もほとんどね動きがこう制限されてるような感じだったんですけれども、今回このパソコンにでそれ試してみたんですよね。で書き出ししてる時にライトルームいじってみたんですけれども、ライトルーム全然普通に動いたので、書き出し時間にそのサムネイルの写真をこうレタッチして、でフォトショップでこうサムネイル作るみたいなこともできるようになったのがすげえ
めちゃめちゃ嬉しいなと思いました。で最後にですね、ちょっとデザインとか使った感じ、僕のちょっと感想をお話ししていきたいんですけれども、まずねこの角張ったデザインにこう今回から変わったみたいなんですけども、この角張ったデザインは僕は個人的にあんまり好きじゃないですね。前のこうつるっとした宇宙船みたいな感じの方が、まあ、デザイン的には好きでした。であとね、賛否あるこのノッチの部分ですよね、ここね、このノッチの部分が結構気になるっていう人もいるんですけど、僕は全然気にならなかったですね。ここは別にあってもなくても、その気になるっていう情報を聞いたから、ちょっと、あ、そういうもんなんだなと思ったんですけど、それ聞いてなかったら多分全く気にならないぐらいで、僕はノッチはね、そんなにすんなりと受け入れられました。で、14インチというこのサイズ、めちゃめちゃちっちゃいと思いましたね。普段僕27インチで編集とかしてるので、こっちでね一回編集してみたんですけど、やっぱりこうモニターが小さすぎて、プレミアの画面とかもね結構こういじりにくかったりするので、これはちょっと家で作業する分には早急にモニターですね、編集用のモニター必要だなというふうに思いました。やっぱり編集するときはこう画面が大きい方がですね、1画面に表示できる情報量が多いので、編集が結構ねこうスムーズに行くんですよね。ということでね、まあカフェとかで作業するときはこの大きさでもまあ全然しょうがないと思うんですけれども、家で作業する際にはまあ個人的には外部モニターですね。で特になんかカラーマネージメントモニターがいいよっていう風にちょっとねいろんな方からお聞きしてるので、カラーマネージメントモニターもちょっと必要になるんじゃないかなと思っております。で横にですね、こうなんか SD カード入れるポートとか、あと HDMI のポートとかも搭載してくれたので、これはね結構嬉しいなと思いました。特にねSD カードはデータこう入れるときによく使うので、これなかったら今までさこういうなんかコネクタを使ってここに挿して、こんなプランプランした状態で SD カード挿したりしてた煩わしさが、まあ、1個なくなったなと思ったら結構いいなと思いました。で、Type-C のねポートもここに1個と、こっちに2つついてるので、まあ3つあればねなんとか、まあ、使いやすいんじゃないかなというふうに思います。ということで本日はですね、新しく買いました MacBook Pro M1 Max の、紹介と、iMac との比較をしてみました。前にですね、iMac の M1 チップが搭載したものを購入したこともあったんですけれども、やっぱりねそれのパソコンだと編集がねあんまりやっぱりうまくいかなくて、あと書き出しの速度も思ったより速くなんなかったので返品しちゃったんですよね。ただ今回のこの MacBook Pro はもうバリッバリめちゃくちゃいいなと思ったので、動画編集やってる人はやっぱり時間ってめちゃめちゃ大事なんですよね。これ10分ほんと短縮できれば1ヶ月にしたらもう何分になるんだよっていう感じになるので、やっぱり時間を買うっていう意味でもこのね、パソコンに投資するのは個人的にはありなんじゃないかなと思いました。この動画はロイヤリティフリー BGM 効果音のオーディオストックの提供でお送りしました。ということで本日の動画以上になります。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。マグネットというビデオグラファー同士が横のつながりを作るオンラインサロンやっておりまして、絶賛今130人ほどで活動しております。年末はね忘年会もやったりですね、あとズームミーティングとかも結構やる予定が入っておりますので、ぜひね興味ある方、仲間が欲しいなとか僕と喋りたいなとかって思ってくれる方がもしいればぜひねオンラインサロン入っていただければ嬉しいなと思います。ということで本日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。したっけね。